んとしてやるのは割り下の方が味がつけやすいんで、こうやって割り下使いますけど、家ではもう目分量です。これちょっと時間を置いて食べた方が味が。あと大阪の本個別。正月ってなんかすき焼き食べます。家族家でやるときに自分こうやってやってみた。あ、これはまたちょっと違う。ん？入ってる。でもやっぱりこう実際料理屋さんとしてやるのは割り下の方が味がつけやすいんで、こうやって割り下使いますけど、家ではもう目分量です。もう全然砂糖じゃんって入れて昔からそういう作り方は親戚の人とか、
玉ねぎ、太いちょっとおネギと、はい、クルマ麩ですね。ちょっと大きいですね。で、まとめてまとめになっちゃうね。そうなんですよ。だけどそういうのでやっていけるんかな、やっぱり。いや、京都はやっていけるんですね。やっていけるんかな、はい、で、お店ちっちゃいんですよ。ほぼほぼ家族系です。京都は本当いいというか、料理屋さんにとっちゃすごい、ね、料理屋さんにとってはすごいですね。これなんですよ。カラスミはうちで、ここの餅めっちゃ美味しい。お餅が美味しい。はい。マナガツオは焼いてます、炭で。キツネがお揚げが好きだから。